1分で読破、自己啓発本など作者の主観によるポイントだけを押さえた要約動画。今回の読破は新約最根端守谷宏。道を極めた人物は世俗の価値にとらわれない。人を叱咤するときは相手に受け入れられる限度を心得ておく。事業を起こしても人々のためを考えなければ束の間のあだばなに終わってしまう。人間として欠点が多いのは恥ずべきことではない。むしろ欠点のない人間の方が案じられる。怒りが爆発し欲情が沸騰するとき、はっきりとそれに気づいている自分がいる。そのまま突っ走ろうとする自分がいる。よく反省する人にとっては体験することのすべてが自分を向上させる栄養剤。事業を失敗させるのは決まって強情で融通の利かない人間。君子は苦しみに打ち勝つことに楽しみを見出す。鳥のさえずり、虫の声は真理を伝える無言の教え。花の色、草の緑も皆真理を語る文字なき文章。